はい、こんにちは。今日は唐辛子を使ってピクルスを作っていきたいと思います。はい、洗います。はい、洗ったら水気を取ります。はい、保存用の瓶はあらかじめ煮沸消毒します。 2,3 分で大丈夫です。漬けダレですね、水1、お酢1、それからお砂糖が大さじ3ぐらいですね。あとローリエあった方がいいんですが、今ちょっと切らしてますので、今回はローリエなしでね作っていきます。それだけです。はい、煮立つまでね、火にかけて加熱していきます。はい、煮立ったら火を止めて冷まします。唐辛子はね、輪切りに切っておきます。種ごとです。種ごと使います。はい、切った唐辛子は煮沸した瓶にね入れておきます。はい、漬けダレが少しね冷めたら、瓶の中にねタレを入れていきます。はい、完成です。このまま冷蔵庫で冷やして約1日ですね、1日以上置いてから召し上がってください。しっかり味が染み込んで美味しいピクルスが食べられます。はい、1日経過しました。それでは食べてみたいと思います。はい、今日はグラタンコロッケバーガーに挟んで食べてみたいと思います。はい、たっぷりね、たっぷり乗っけて食べてみたいと思います。はい、こんな感じですかね。ではいただきます。うん、辛みはほとんどありませんね。食べやすいです。ピクルス最高です。簡単にできますし、1ヶ月ぐらいはね保存できるらしいので、ぜひね作り置きでお試しになってみてください。いろいろなお料理の付け合わせにもできると思いますのでね、皆様思い思い試してみられてはいかがでしょうか。それではね、ご視聴ありがとうございました。失礼します。